ペンシルベニア州の油田。1862年ペンシルベニア州、タイタスビル入り口の看板、石油産業の発祥地1859年とある、ペンシルベニアオイルラッシュは、1859年から1870年代、初頭に北西ペンシルベニアで起きた石油生産ブームである。アメリカ合衆国における最初の石油ブームであった。 オイルラッシュはペンシルベニア州タイタスビルのオイルクリーク谷でエドウィン・ドレーク大佐が石の油を掘り当てた時に始まった。タイタスビル及びオイルクリーク沿いの町々は油性と製油所の増加に合わせ急速に拡大した。石油はすぐにアメリカで最も価値のある取引商品になり、石油を積み出しすために西ペンシルベニアまで鉄道が延伸された。 1870年代半ばまでに石油産業は十分確立し、ただ油性を掘って生産をコントロールするだけのラッシュは終わった。ペンシルベニアの石油生産は1891年にピークを迎え、その後テキサス州やカリフォルニア州などの西部諸州に追い越された。だが、いくつかの石油産業は今もペンシルベニアに残っている。 石油は一般的な燃料として用いられる。以前、油は広く使われていた。ペンシルベニアでは先住民の部族たちが何世紀もの歴史を持つシープで見つけた油を使い続けていた。初期のヨーロッパ人の探検家たちはオイルクリークに沿って掘られた凹みの証拠を見つけた。先住民部族はそこで難航、虫よけ、化粧として、また宗教儀式で用いる油を集めていた。 これらのオイルシープは北ペンシルベニア一帯で普通だった。18世紀を通じてフロンティアが西ペンシルベニアに拡大するにつれ、その地域は氷土の下を流れる油で知られるようになり、その時代の地図にはただ石油と記載されていた。しかし誰も原油を利用することを知らなかったので地図の記載は主に黒い土壌を見つけた農家が収穫を台無しにしないように提供されていた。 時が経つにつれ、新たな利用法が開拓され始めた。原油はランプの光原として、原油の代替品として使われ始め、発明家や科学者たちはエネルギーを含む他の可能な利用法をテストし始めた。石油に関するキアーの実験オイルシープは、西ペンシルベニア中で湧き出していたので、石油以外の抽出産業、特に塩を取るための塩水を掘削していた企業に、 困難をもたらした。当時、地域でこの事業は一般的だったが、シープから塩水に漏れ出す油によって、はるかに困難になった。1849年、サミュエル・キアーは、自己所有の塩水から油を抽出し始めた。さらなるテストを経て、キアーは、自分の妻に処方された、薬用油が、自分の井戸から見つかった油と、科学的に同じものだと気づいた。 キアーは自分の油を治療用として売り始め、その利益で富を築いた。さらにキアーの油をそれ以外の用途に利用する方法が探求された。1850年代に入ると、キアーは井戸の塩水から油を分離することを止め直接、原油を掘削し始めた。掘削でオイルを取り出した後、キアーは最初の製油所を建設するために、 ジョン・カーク・パトリックと手を結んだ。すぐにキアーとカーク・パトリックは、照明に使える油を蒸留した。数年後、キアーは、多くの時間を費やして、生成過程を改良し、最も隅最も効率的な照明用の油を製造した。彼はその油を、カーボンオイルと名付けた。その油と共に用いるために、キアーはほとんど悪臭や煙を出さない。 オイルランプを発明した。これは、キアーを設けさせたが、決してランプの特許を取らなかった。キアーの実験の噂が広がり始めてすぐ、ジョージ・ビッセルは、西ペンシルベニアで、キアーが生み出した、成功の風をつかんだ。1854年、ビッセルは、イエール大学の科学者、ベンジャミン・シリマンから、西ペンシルベニアでの原油採取の将来性を、評価するよう依頼された。 オイルクリーク谷での原油をランプ用に上流して利益が得られる見通しを受けて、ビッセルはペンシルベニア石油会社を設立した。この会社はニューヘイブンからやってきた裕福なビジネスマンや銀行家によって設立された。その中で有名な株主は銀行家ジェームス・タウンゼントだった。1857年、ビッセルとタウンゼントはタイタスビルに派遣して原油を掘削させるために、 エドウィン・ドレークを雇い入れた。ドレークは解雇された元社長で、この新しい仕事に対する唯一の資格は、タイタスビルへの旅行を可能にする、鉄道フリーパスを所持していることだった。ドレークはいくつかの用地を確保し、そこに石油が豊富で、石油産業が極端に儲かりそうだと報告しに、戻った。1858年、ペンシルベニア石油会社はドレークを社長として、 セネカ石油会社になった。まもなく、ドレイクは、タイタスビルのオイルクリーク近くの川岸で石油の掘削を開始した。しかし当初はほとんど成功しなかった。彼は、掘削に古い蒸気エンジンを使った。彼の掘削サイトの多くは、ごく少量の石油しか算出しなかった。ドレイクと助手のンヤコ・ビリー・スミスは、家事、資金の引き上げや地域住民の嘲笑に耐えた。 セネカ石油が資金提供を諦めて退を決定したとき、ドレークは掘削を続けるための信用供与を個人的なつてを使って取り付けた。1859年8月27日、ドレークの油性は地表下21メートルで石油を掘り当てた。この発見は西ペンシルベニアの人々にドラスティックな変革の始まりを告げるものだった。彼の掘削方法は、 石油の大規模商業抽出の講師と考えられている。しかしドレイクにとって不幸なことに成功は長続きしなかった。ドレイクは地域でそう多くの土地を買わなかったので、石油産業は彼の支配の届かない世界にまで爆発的に拡大した。彼の最初の油性はほどほどの利益しかもたらさず、セネカ石油会社から解雇された。 ドレークは決して自分が開発した掘削法の特許を取らず、石油ビジネスで儲けたそこそこの利益もオール街での陶器で失った。彼は結局貧しい年金生活者として1880年に死んだ。すぐにこの地域はセネカ石油会社その他によって掘削された油性でいっぱいになった。ペンシルベニアのオイルブームは多くの点で 10年前のカリフォルニアのゴールドラッシュと似ていた。初年度、これらの油性は4500バレル生産したと伝えられている。タイタスビル、オイルシティやピットホールのような振興都市が数年も経たずに起こり、タち、レバレンド SJM イートンは1866年にオイルクリークタにはあまりにも密集しすぎているので、町と隣町の境界線が識別できないことを観察した。 5年も経たないうちに、タイタスビルの人口は250人から1万人以上に、激増し1866年には死になった。1862年と1868年の間に、掘削機器を供給する製鉄所と8つの製油所が設立された。1865年の5ヶ月ほどで、ピットホールは4軒の丸太小屋から50軒以上の、 ホテルが立ち並ぶ活気のある都市へ拡大した。原油の年間国内生産は、ドレイクの発見の都市である1859年の2000バレルから1869年の400万バレル、さらには1873年の1000万バレルにまで膨れ上がった。ヨーロッパで進行中の産業発展が、この急速な拡大に拍車をかけた。 1860年代、ヨーロッパ特にイギリスの工場が安価なアメリカの石油を大量に輸入をし始めた。1866年までにアメリカの石油輸出量は国内市場の流通量をはるかに超過し、その輸出額は1865年の1600万ドルから1869年の3000万ドルへとほぼ倍増した。この期間に石油は アメリカの輸出金額の6番目から2番目に跳ね上がった。オイルブームの最盛期、ペンシルベニアの油性は全世界の原油の3分の1を生産していた。オイルラッシュの最初の数年間、高い陸上を輸送コストはオイルクリークの多くの油性オーナーがアレゲニー側の周運で製品を出荷するよう借り立てた。数十年にわたってマルタは 地洪水として知られる人工的な洪水によって運ばれていた。これらの池洪水は一度に800隻にも及ぶ原油を積んだ小船を下流に運ぶことができた。ほとんどの船は700から800バレルの原油を積載できたが、その3分の1は出港前に漏れ出し、残り3分の1はピッツバーグに到着した時には失われていた。さらに薄っぺらな船の五隻に二隻は 倒木他の船との衝突による破壊で、まともな輸送ができなかった。1862年オイルクリーク鉄道会社は、タイタスビルをペンシルベニアのコリーで、フィラデルフィアエリー鉄道及びアトランティックグレートウエスタン鉄道と結ぶ、鉄道線を完成させた。新しい鉄道はより多くの人々をオイルクリーク谷に引き寄せ、池洪水に変わるより、 安全な原油村の輸送方法を提供した。原油は馬車で油性から鉄道へ運ばれた。1865年、パイプラインが油田から直接鉄道線まで付設され、馬車輸送は終了した。翌年、ファーマーズ鉄道ファーマーズレールロードは鉄路をペンシルベニアのペトロリウムセンターからオイルシティまで 20km 南へ延伸した。百七十一年二月、 ユニオンシティタイタスビル鉄道は完成した。UC&T は1871年7月により、長いフィラデルフィアエリー鉄道の一部となった。ペンシルベニアオイルラッシュは最初の10年間で石油市場に暴力的な揺り戻しを生み出した。1861年オイルクリークや中に増殖した油性は原油価格を1バレル10セントまで押し下げた。こうして、 地域の生産者たちは生産を制限してバレル4ドルの最低価格を維持するためにオイルクリーク協会を創設した。努力にもかかわらず1870年代初頭まで続いた。1871年までに年間製油能力は実際処理量の2倍以上、1200万バレルにまで成長した。 ニューヨークの原油トレーダーの陰謀の和が市場で関心を持たれているという噂への対応として、アメリカ発の原油取引所は1872年1月にタイタスビルで設立された。しかし10年が経過するうちに、ジョン・ロック・フェラーのスタンダードオイルのような、より大きな生産者が地域の油性や製油所を併合し始め、オイルラッシュは下火になり始めた。 ペンシルベニアの石油生産は1891年にピークを迎えた。年間3100万バレル生産し、全米生産量の58%だった。しかし、ペンシルベニアの油田が全米生産量の過半数を占めたのは1892年が最後となった。1895年には、オハヨが石油生産者としてペンシルベニアを追い越した。 油田の枯渇とテキサス、カリフォルニア、オクラホまでの大規模油田の発見によって、ペンシルベニアのシェアは1907年までに全米生産量の10%以下に低下した。1901年までにペンシルベニアの石油ブームは終了した。1882年のスタンダードオイルトラストの設立は、ペンシルベニアの石油産業の独占を効率的に確立し、 テキサス、カリフォルニア、ワイオーミングでの石油の発見は関心をペンシルベニア以外に向かわせた。ペンシルベニアは20世紀の大半、重要な石油生産地であり続けたが、オイルクリークタには永遠に輝きを失った。ありがとうございます。